黙示録第5回、スミルナにある教会、ペルガモにある教会、黙示録2章、8節から17節また、スミルナにある教会の見つかりに書き遅れ、初めであり、終わりである方、死んで、また生きた方が言われる。私は、あなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかし、あなたは、 実際は飛んでいる。また、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの回収である人たちから、罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを、牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間、苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。 そうすれば、私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は、決して第二の死によって損なわれることはない。また、ペルガモにある教会の見使いに書き送れ。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私は、あなたの住んでいるところを知っている。 そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて イスラエルの人々の前につまずきの牛を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。それと同じように、あなたのところにも、ニコライ派の教えを報じている人々がいる。だから、悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。 耳のある者は見霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナーを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。はい、皆さんおはようございます。 今日のタイトルをご覧ください「黙示録第5回スミルナにある教会」そして「ペルガモにある教会」この2つを今日は取り上げます。聖書箇所は「黙示録2章」8節から17節です。さあイントロダクションを始める前に少し別のお話をしましょう。人生には苦難 試練がつきものですそこでこういう話をよく聞きます。これは最近聞いた話ですけれどもある高校生の女の子がいましたミッションスクールに通っていましたでお父さんが病にかかったんです。彼女は お父さんが癒されるように本当に一生懸命祈ったんですけれどもお父さんは亡くなったんですそれ以来彼女は神様は祈ってもその祈りに応えないじゃないかで不信感が生まれて 信じたいんだけれどもどうしても一歩踏み出せないというまあ長期間の急増者としての立場にとどまっているわけですね。これは私たちの周りにもあるいは私たち自身にも似たような事例がある話ですね。どうしてそうなのか。で人生にはいろんな 苦しみがあると思うんですが今申し上げた例は理解できない苦難ですねなぜ私がなぜあの人がそれから2つ目の苦難はこの世の力から来るつまりこの世の価値観と妥協しなければ生きることが難しいというプレッシャーですねこの苦難もありますねそれから ああからさままな迫害がありますねこれはクリスチャンだとということで迫害がある日本で今生活しているとそういうことが実感できないかもしれませんしかしかつての日本の歴史を見ても現在世界で起こっている出来事を見ても多くのクリスチャンたちが迫害を受け命の 危険性を日々感じながら生きているわけですね。で理解できない苦難この世と妥協せよという圧力そしてあからさまな迫害こういったことを考える時にきっと今日の聴衆の中にもまさに自分が今通過しているそれを通過しているって方が相当数おられると思います。そして 私には答えはありませんただ私が持っている答えは何かというとそれでも神は共におられるそれが私の答えですそして神が私たちを離れることはない神は 最善以外のことを行わないこれが私が持っている答えです。でアジアの7つの教会にあてられたキリストご自身の手紙を学ぶとそこにお褒めの言葉もあるんだけれども叱責の言葉が入ってきますで。私たちはそれを学ぶ時に理解しておかなきゃいけないのは 厳しい叱責の言葉は実は愛の言葉だということです皆さんのお父さんお母さんが皆さんのことを考えあるいは私の両親が私のことを考え時には聞きたくない時には心が痛くなるような忠告や勧告を語ったことがきっとあると思います。 その場合、はっきり言えることは、親は子供の最善しか考えてない。そして、痛みを持ちながらアドバイスをしてるんです。それは皆さんが年齢を重ねれば重ねるほど、そのことがよくわかると思います。私は、七つの教会への手紙を学ぶ、実は、 キーワードは何かそれはキリストの愛これしかないと思いますキリストは痛みを感じながら七つの教会を愛しそして厳しい言葉さえも愛の動機で語っておられるということこの点を読み取れなければ私たちは 7つの手紙の意味を全く的外れで理解しているってうことになりますキーワードは試練はあるけれども神の愛は変わらないこれがポイントですね特に今日の2つの教会に対する手紙では今冒頭で申し上げたことが色濃く出てきます それいえこのメッセージは試練の中を通過しながら「神様助けてください」と祈っている「どうしてですか?」と祈っている方々へのキリストからの回答であり励ましでありますではイントロダクションですがいつものように黙示録の3つの区分を確認しましょう黙示録1章の19節ですねはいご一緒に。 そこで、あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。これが3つの区分。私たちは、ヨハネが見たこと、これはもう学びました。目視録1章です。今2番目、今あることについて学んでいます。これは教会時代のことですね。これは2章、3章の内容で、アジアにある7つの教会の手紙です。 そしてそれが終わると将来起こることを学ぶんですが、それは4章以降の将来の予言です。2番目に私たちは今いるわけです。前回も申し上げましたが、キリストご自身からの手紙なんですが、これが無視されていることが多い。この愛の手紙を真剣に理解し受け取ろうとしていないことが多い。 とということですねさあ今日のメッセージのアウトラインをご覧ください。じゃあご一緒に1番目、スミルナにある教会。これが8節から11節です。そしてサブポイントが5つあります。順番にお読みください。はい。宛先、称賛、叱責奨励、約束。2番目、ペルガモにある教会。これが12から17。サブポイントは5つ同じです。 からこの5つは全ての教会に当てられた手紙の基本的な区分ですからリピートしてませんが5つ同じことが続くということです今日の結論です着地点1番スミルナにある教会から学ぶ教訓2番ペルガモにある教会から学ぶ教訓そして3番苦難の意味これについて考えたいと思います 今日ははアウトラインはとてもわかりやすいです。いでスミルナにある教会を前半後半がペルガモにある教会です昨日日曜日にメッセージを語りまして一つ目のスミルナにある教会を語り終えた時にもうね何か終わったような感じがしたんですもうたくさん食事をいただいたような感じでだから あの時に私はねフランス料理のフルコースを食べた後今度中華料理のフルコースに案内されてるような感じがする言ったんですねですから今日は前半は少し省エネでで前半後半バランスよく語りたいなと思ってますので皆さんの協力をお願いしたいと思いますさあではこれでイントロダクション終わりました準備よろしいですか いきますよ。Are you ready?Yes, we are. はい。じゃあ行きましょう。スミルナにある教会。まず、宛先からですね。8節です。はい、ご一緒に。また、スミルナにある教会の見つかりに書き遅れ。はじめであり、終わりである方。死んで、また生きた方が言われる。これが、宛先の部分です。スミルナっていうことが出てきます。これは、 エペソから北の方に約55キロ上がるとスミルナという町があるんですがここは港町ですエペソも港町でしたスミルナも港町ですエペソは今日廃墟と化していると前回お話をしましたがスミルナは今も 港町として栄えています。スミルナという名前なんですけれども、これは没薬という意味です。没薬という意味です。没薬という言葉を聞くと、何かを皆さん思い出すと思います。ヨハネの福音書19章の39節をご覧ください。 はいご一緒に前に夜イエスのところに来たニコデモももつ薬とアロエを混ぜたものをおよそ 30kg ばかり持ってやってきたはいすみるなっていうのはもつ薬という意味なんですもつ薬という意味。だからこの場面は誰が何をしている場面ですかニコデモがニコデモだけですか アリーマタヤのヨセフとニコデモがイエス様の遺体を埋葬しようとしているところですからスミルナっていう言葉は埋葬を予感させるつまり迫害と死を予感させるものですそこにある教会にキリストが書き送っているわけですがキリストの自己紹介は 始めであり終わりであるというのがキリストの自己紹介これはすでに説明してますがキリストは永遠の神であるということです始めであり終わりであると,と同時にキリストは死んでまた生きた方というふうにありますキリストは迫害者の手によって殺されたが墓から復活された方です この言葉はすでに目白く一章五節の A にありました。はい、ご一緒に。また、忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。はい、ここに死者の中から最初に蘇られた方というのがありますね。これは、この七つの手紙を紹介する冒頭の 文章ですね、これはヨハネが見た幻がどういうお方の幻であるかということを解説した箇所ですねさっきの聖句に戻ってください「死んでまた生きた方が言われる」この言葉は迫害を通過していた信者たちには大いなる慰めになりますですから7つの教会にあてられた手紙一つ一つ見ていく時に キリストがどのようにご自分を自己紹介しているかっていうのは、その教会が抱えている問題と密接に関係しています。スミルナは持つ迫害の中にある教会、その教会にキリストは、あなた方は日々死の危険性に直面しているが、しかし私は死から蘇った神である。 とイエス様は自己紹介されたわけですこれが宛先です2番目さあこの教会に対して称賛の言葉が語られますそれが9節です9節はい私はあなたの苦しみと貧しさとを知っているしかしあなたは実際は富んでいるまたユダヤ人だと自称しているが 実はそうではなくかえってサタンの回収である人たちから罵られていることも知っているはいイエス様はスミルナの信徒たちが置かれている状況に彼らが耐えていることを褒めているんですイエス様は全て知っていると言われたんです彼らの苦しみと貧しさを全て知っていると言われたんですこれもまた スミルナの信徒たちにとっては大いな大いなる慰めです試練の中を通過する時にイエス様はべて私の経験している苦難を知っていてくださるそのことは私たちも体験することであります彼らは苦しみの中にいた迫害の中にいたと同時に 貧しさの中にいたんです。極貧状態です。物質的に本当に貧しかったんです。生活苦があったんです。まあ皆さんお金がない。今日明日食べるものの心配もしなきゃいけない。本当につらいことですね。イエス様はそれを知っていると言われたんです。しかし、驚くべきことをおっしゃいました。 なんて言ったか。しかしあなた方は実際は飛んでいるって言われたんだ。これ皮肉じゃないよ。生活保護を受けてるくせに金持ちじゃないか。そんな話じゃないんだよ。これは、この豊かさっていうのは何だと思う霊的豊かさです。私たちは地上障害において物質的な 貧しさや戦いいを経験するかもしれないけれどもイエス・キリストを知りキリストにつながっている人はイエス様から見ると豊かな人です。霊的な豊かさを私たちはいただいているんだということ。そして彼らはサタンの回収である人たちから罵られていた。 サタンの改修っていう言葉ですが、口語訳ではこういうふうになっています。サタンの街道に属する者たち。この訳はとても正確でいい役ですね。街道っていうのはシナゴーグです。つまり英語では Synagogue of Satan です。つまりこれはその地区にあるユダヤ教の街道です。私はこの言葉の解釈について少しあの、 考え方がまだはっきり決まってない時期がありましたが文脈で読みそして「シナゴーグ」という言葉が出てきている「回収という言葉が出てきているこれは今は私はこれはユダヤ人だと思います。ユダヤ人つまり「ユダ」という言葉からユダヤ人が出ているんですけれども「ユダ」っていうのは「主を称えるという意味です。 でもユダヤ人たちは主を称えるという名前をいただきながら先祖たちの信仰に立ってないんです。キリストを信じてないんです。しかもキリストを信じる人たちを迫害しているわけです。だから彼らはユダヤ人だと自称している人種的なユダヤ人だけど実際はそんな信仰を持ってないサタンの階道に属する者たち。その者たちから。 迫害されているユダヤ人たちはキリストを信じる者たちを迫害したわけですで、そうやって見てくるとスミルナの教会の信徒たちは3つのソースから3つの方向から迫害を受けていたんです1つはローマ帝国による迫害ですこれはカイザルは主であると告白しないものは迫害されたんです2つ目は 宗教的なユダヤ人から来る迫害です3つ目がサタンから来る迫害ですサタンは7つの手紙の中の4つまで名前が出てきています目白く2章の9節がスミルナ今取り上げています次2章の13節ペルガモそれから2章の24節テアテラ そして三章の九節フィラデルフィア」7つのうちの4つの手紙にサタンの名が登場すするんですスミルナの信徒たちは政治的権力から迫害を受けたそして宗教的なユダヤ人から迫害を受けたそしてサタンから迫害を受けた これで宛先が終わりました。そして2番目の称賛が終わりました。褒め言葉が終わりました。3番目は何でした叱責でしょう。さあ、スミルナの教会は叱責の言葉が一言もない珍しい教会です。叱責がないんです。なぜ叱責がないと思う 迫害は耐え難いほどだったんだけれども彼らの信仰の純粋性は守られていたんです不思議ですこれは私たちも経験しますすべてがうまくいっている時よりは苦しい時の方が祈りの時間は多くならないその時の方がイエス様に近いような気がしない そういういことなんだよねだからそこに今日冒頭で申し上げた苦難の意味というのも出てくるわけです。スミルナの教会には叱責の言葉はありません。4番目が「奨励」です。奨励が10節の「A」です、はい。あなた方が受けようとしている苦しみを恐れてはいけない見よ悪魔はあなた方を試すために あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしているあなた方は10日の間苦しみを受ける、はい、これが奨励で苦しみを恐れてはいけないという励ましの言葉です彼らはすで,に恐れていたんですですからギリシャ語の文法,文法から言うとこれは恐れるのをやめよ という命令なんです。Stop fearing 恐れるのをやめなさい。これから恐れちゃいけないよというんじゃない。すでに恐れてるんです。恐れるのをやめよう。キリストは、この迫害がまだしばらく続くことをよくご存知です。なぜか、どんなことが起こるのか。悪魔が 攻撃してくるんですそして信仰を試すための投獄があるんですまだないんだよこれから起こるんですそして彼らは10日の間苦しみを受けるんですけれども恐れるなとイエス様は言われるわけですこの辺りのイエス様の勧告奨励の言葉っていうのは全く く超自然的な天から来ている言葉ですだから地上生活だけの祝福を受けるか受けないかどうすれば豊かになれるかなれないかその場合は物質的にねどうすれば自分の人生は成功したと言えるのか言えないのかそういうレベルの話をはるかに乗り越えて 天から来ている命令だっていうことです。これが皆さん聖書信仰です。だから私がたび言うのはキリスト教は世界観であり歴史観だという言葉です。このイエスキリストの奨励の言葉は天を突き破ってはるか彼方にある栄光の御座から語られている 励ましの言葉であるというところに私たちは立たない限り本当の意味での聖書的世界観というのは見えてこないここであなた方は10日の間苦しみを受けると言われましたが10日の間ってのはどういう意味なのかもちろん一番単純なのは文字通りの10日間だから10日間は特に厳しい迫害が来ると考えられます。 それも間違いいではないけれども「10日間」っていう言葉はこれは旧約聖書の使用例などを見るとある限定された期間を指す言葉である。ということは10日間の間苦しみを受けるっていうのは迫害はいつまでも続くものではない。必ず終わりが来るんだ愛する兄弟姉妹苦しみには苦難には 必ず終わりがあるそしてこの10日間をそういうふうに比喩的に解釈するとこれはディオクレティアヌスという皇帝が出ますディオクレティアヌスキリスト教を迫害した悪名高い皇帝ですが10年間クリスチャンを迫害しましたただからその10年の苦しみだろうというのはまたあり得る解釈ですだから文字通りの10日間 ああるるいは限定されたある期間この場合10年間もう一つ解釈あるんですこれは教会が受けるつまりこの時代の苦難の時代の教会が受ける迫害の全体を示す象徴的数字であるそれをどういうふうに解説するかっていうと紀元96年つまり人たちが亡くなって以降 紀元年までの間、つまり220年ぐらいの間紀元313年というのはキリスト教が国教化されたミラノ直令によって国教化された年ですねその間キリスト教を迫害した皇帝が10人出ているんですだからこの10日間というのはキリスト教を迫害する10人の皇帝たち 名前を挙げても挙げなくてもいいんだけど相当正確に解説してますから名前を挙げていきますからけけたいい方はノートつけてください見直すかどうかは別ですけども最初がネロですネロ2番目ドミティアヌスドミティアヌス3番目トライアヌストライアヌス4番目 ハドリアヌス,ハドリアヌス、まあ、ローマ史の中で検定と言われるような人でも結構神様の視点から見ると悪魔の手先になっているということです。5番目セプティミウス,セプティミウス6番目マクシミヌス,マクシミヌス7番目デキウス デキウス8番目ヴァレリアヌスヴァレリアヌス9番目アウレリアヌス,アウレリアヌスそして10番目ディオクレティアヌスディオクレティアヌスこの10人ですねその後キリスト教が国教化されるわけです。 さあ5番目約束の言葉を見てみましょうこれが2章10節の B から11節ですねはいご一緒に死に至るまで忠実でありなさいそうすれば私はあなたに命の冠を与えよう耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない、はい、死に至るまで忠実でありなさい ここは「あなた方は死なない私が助けるから」という約束じゃないんです死に至るまで忠実であれっていうんですたとえ殺されようとも信仰を捨てるなっていうのが勧告であり約束ですなぜかというと迫害する者がたとえ信者の命を奪ったとしても信者は霊的命を得るからです これは最後確実に保証するというお方の言葉ですそして彼らには何が与えられるか命の冠です黙示録には冠がいくつか出てきますけれども命の冠っていうのは殉教者に与えられる特別な冠のことです何だか分かりませんただこれは殉教者に与えられる特別な冠だということです で先ほど申し上げたように、この段階では、まだ誰も殺されていません。しかし、後にスミルナ教会の主教となるポルカルポスっていうのがいます。ポルカルポス。ポルカルポスっていうのは、使徒ヨハネの弟子です。使徒ヨハネの弟子は、殉教の死を遂げます。彼は、 カイザルを礼拝することを拒否したので逮捕され最後は火ぶりの刑に処されましたそして彼以外にも殉教者は多く出たことでありましょうつまりイエス様がこの段階で語っている約束の言葉を殉教者たちはしっかりと受け入れてキリストに従ったんです 奨励の言葉と約束の言葉は教会全体に語られていますけれどもそれは個人に語られているんですそしてキリストが語っている予言の言葉の背後には御霊がおられるだからキリストが語っているんだけど同時に精霊が語っていてくださるんです死後に約束されている祝福 永遠のの命命あるいは命の冠こういったことを黙想し待ち望む時にそれは試練を乗り越える力となります私たちも同じことですキリストが生きておられること試練には終わりがあることその先に豊かな祝福が用意されていることを日々黙想する時に私たちは戦いに勝利しそれを乗り越えることができる誠の信者は第二の死によって ななわれることはない第二の死というのは霊的死です霊的死を経験することはない第二の死というのは未信者が経験する神との永遠の断絶ですもっと言うとそれは火の池で永遠を過ごすことですだからたとえ殉教の死を遂げても最後まで信仰を 持ち続けるものには神様は祝福を用意しておられる。霊的死を経験することはないと言われたわけです。これは表面的な慰めの言葉ではない。もう皆さんここまで学んできて分かっていると思いますね。スミルナの教会は現実的に厳しい迫害を経験していた。キリストはそれに対して、 小手先の表面的ななアドバイスをしたんんじゃないんです本質的に肉を切らせて骨を切るというような全く聖書的キリスト教の本質をイエス様はここで語っていてくださるさあこれでフランス料理の部分が終わりましたこれから中華料理の部分に入ります 2番目がペルーガモにある教会です。では宛先からスタートいたしましょう12節はいまたペルーガモにある教会の見つかりに書き遅れ鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われるはい宛先はペルーガモですペルーガモの位置はエペソから北に行くとスミルナなんですがスミルナからさらに 8 0キロメートルほど北に行って、まだ営業館の海岸のそばです。さらに東に折れて2 5キロほど行くとスミルナです。北に行って2 5キロつまりこれは内陸の町です。先ほどの2つは港町です。特徴は何かというと裕福です。けれども、堕落しています。 堕落の原因は偶像礼拝です偶像礼拝が蔓延している街です有名な神殿がありましたエスクラピアス神殿ってなったんですエスクラピアス神殿これはなかなかこの言葉がピンとこないと思いますがこういうのを見たことある長い杖に蛇が巻きついている見たことあるあれは ギリシャ神話の名医お医者さんうん、そのギリシャ神話の神ですねそれがエスクラピアス神殿です私が卒業した大学の校章は杖に蛇が巻きついてますあれは同時に経済の神様でもあるんです当時はそんなこと思わなかったけど今考えてみるとなんとなく の気持ちになりますね。<laughs> でここにはそれ以外にゼウスの神殿もあったんですギリシャ神話の神ですねあるいは他にアテナこれはギリシャ神話の女神ですねアテナ礼拝があったんです要するに偶像礼拝のオンパレードですさらにディオニソスと言っても難しいかもしれませんギリシャ神話のお酒の神様何 バッカスですよバッカス礼拝があったこのようにも偶像礼拝が蔓延してるんだからそういう意味でエペソと似てるんです。と同時に大規模な図書館で有名です。蔵書20万冊っていうんですだからこの町はお金があって偶像礼拝で知的にも高慢になっている町です。こういうい町は クリスチャンが生活するのに適してますか難しいですか難しい町です。だからそういう町のクリスチャンに対してキリストが自己紹介をするときにどういう自己紹介か見てください。鋭い両刃の剣を持つ方なんです。それは御言葉の剣の音ですよ。だからキリストは神の言葉を用いて 信者をこの世から区分する信者を切り離すと同時にこの世を神の言葉によって裁き罪に定めるそういうニュアンスがここには含まれていますだからキリストの自己紹介を見るとその教会がどういう課題を持っていたかっていうことがある程度予測できるわけですさあ小三の言葉を見てみましょう はい、13節。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人、アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも、私に対する信仰を捨てなかった。これは賞賛の言葉です。キリストは彼らが置かれている困難な状況を知っていると言われたんです。先ほどの スミルナの教会も同じです。キリストは知ってるんです。ペルガモも同じです。キリストは知ってるんです。特に何が困難か。ここにはサタンの何があったの王座があったの。おそらくこれはさっき紹介したエスクラピアス神殿のことだと思います。常に蛇が巻きついている。その偶像が、それがこの偶像の象徴ですね。 あるいはサタンの王座って言ったらそれは皇帝礼拝のことかもしれないペルガモはアジアでの皇帝礼拝の中心地でしたいずれにしてもこの町にはサタンが住んでるんですそう言うとえっと思う人はいるかもしれませんサタンっていうのは現住所あるの 神様には現住所はない。どうしか偏在だから。神様はいつでもどこにでも同時に臨在できるお方です。サタンは非造物ですから、一度に一箇所しかおれないんです。だから現住所があるんです。で、この時には、サタンの現住所はペルガモです。いいですかつまり、サタンはこの手紙が。 書かれたた時ににはペルガモにいたんですなぜだか分かりますかそれはサタンにとっては心地よい町だったんです。だって今言ったね物質的な満たし偶像礼拝そこから来る道徳的堕落知的傲慢こういったものはサタンにとってはもう快適そのものじゃないですか。そしてキリストの称賛の言葉は「 ペルガモの信信者たたちは真実なな仰を保っ,たっていうことこんですつまり皇帝礼拝や他の偶像礼拝に参加しなかったそして忠実な証人アンテパスが殉教の死を遂げた時でも信仰してなかったこの場合はアンテパスはすでに死んでるんですさっきのスミルナの教会の場合はまだ殉教者は出てないこの場合はすでに殉教者が出てるんです しかし、この教会には、叱責の言葉があるんです。14、15。はい。しかし、あなたには少しばかり避難すべきことがある。あなたのうちに、バラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不倫行を行わせた。 それと同じようにあなたのところにもニコライハの教えを報じている人々がいる。はい、これが叱責の言葉ですね。二つの妥協があるんです。一つはバラムの教えを報じている。バラムっていうのは旧約聖書に出てくる異教の預言者です。この辺りは旧約聖書の知識がないと理解できないですね。彼ははこのバラムは イスラエルを呪ったんです。お金をもらってイスラエルを呪いました。最後はモアブの女を使ってイスラエルを性的に誘惑したんです。それが出てくるのは民数記2。2章から2。5章民数記22から25です。ですから、バラムの教えてっていうのは性的堕落を伴った偶像礼拝のことでしょう。ここでは偶像の神に捧げたものって。 偶像にに捧げたというのを分かっていながらそれを食べている信者がいるわけです。もう一つ2番目の妥協はニコライ派の教えを報じているつまりニコライ派の教えを受け入れているということです。エペソにある教会最初の教会はニコライ派を退けたから褒められていたんです。 2章の6節見てください、はいはご一緒にしかしあなたにはこのことがあるあなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる私もそれを憎んでいる、はい、これエペソ教会褒められていますしかしこの教会はそうではないんですニコライ派っていうのは何かっていうことをエペソ教会の時に解説しましたこれは確定的には言えないおそらく キリスト者の自由を豊富な生活の口実として用いた人たち。もう一つは教会内で聖職者と一般信徒を区別した。もうこのあたりから教会内の聖職者制度というのは出てきて、平信徒それから教職者あるいは聖職者っていう最初想定されていなかった区別が出てくるわけですね。 この2つのつ妥協ですでバラムの教えっていうのはこの町全体を覆っている雰囲気のことですよ。だからニコライアの教えっていうのは教会に新しく入り込もうとしているおかしげな信徒の理解の仕方教会の理解の仕方ですね。私たちもこの世の価値観で聖書を再解釈し始めると教会の堕落が始まります。 そして堕落のスタートはどこから始まるか知ってますか皆さんから始まるわけじゃないんだよ進学校から始まるんだよ進学校のどこから始まるか知ってる教授から始まるんだよ教授から始まり進学校が汚染されそこで学ぶ者たちの聖書解釈が汚染され卒業して牧師として派遣されていく 汚染されたメッセージを語り信徒が汚染されていくんです皆様方はエンドユーザーなんです <laughs> だから常に霊的リーダーのために祈らなきゃいけないんです奨励の言葉16節はいだから悔い改めなさいもしそうしないなら 私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。はい。悔い改めよというのがキリストからの奨励です。もしそうしないなら、キリストご自身による裁きが始まる。すぐにとあります。1時間後にとか3日後にという意味じゃない。この言葉は予期せぬ時に、突然に。 つまり神の時が来たら直ちにそれが起こるっていう意味ですね。キリストはどのように裁くのか口の剣を持って、つまり御言葉を持って教会の中にあるあらゆる妥協を裁かれるんだって。これが奨励の言葉です。約束が17節です。はい。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。 私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。勝利を得る者っていうのは誠の信仰者。キリストを救いにしと信じる者、妥協を許さない信仰者です。彼らには何が与えられるの何が与えられる隠れたマナと 白い石が与えられる嬉しいですかいや嬉しいかどうか分かんないね与えられるものが何,何なのか分からないと隠れたまなさあバラブの推しを報じている人たちは何を食べたの偶像に捧げた肉を食べたんだよこれ隠れてないよ大っぴらだよ偶像に捧げた肉を食べていたでも 真実な信仰者には隠れたマナが与えられる。マナはキリストの方です。それは栄光の御座におられるキリストとの親しい交わりのことです。愛する兄弟姉妹、世の人がいかにクリスチャンを見下したとしても、私たちには隠れたマナがあるんです。目を閉じてイエス・キリストに目を あげ、キリストを通して天のお父様と命の交流をしている時に私たちの魂は食物をいただいているんです他の人は体験したことない人に分からないから隠れたマナーなんですしかし私たちにはそれは体験的事実です偶像に捧げられた肉は食べてないより素晴らしい食物を食べているんだそれが用意されるんだ そういうことです。ですからこの説明を聞いたらもう少し嬉しそうなお顔をされるのがいいと思います。二つ目は何ですか。白い石。これは五石のことではありません。だから五を打つときに黒い石を持ったらこれはクリスチャンはダメだという意味じゃないんですね。旧約聖書には出てこないけれども旧約時代の裁判では 無罪のしるしとして白い石が渡されたんですだから白い石を頂くっていうのは罪許されているという印でありましょうそしてローマ時代は競技会があるでしょオリンピックパラリンピックが行われておりますけれども今はね近代オリンピック昔の古代の競技会となったんですね古代の競技会で金メダル銀メダル銅メダルいくつっていう ことででもないんです何をもらったか白い石をもらったんですこれが何が価値があるかっていうと協議会が終わった後勝者に勝者が宴会に行くんです宴会が開かない勝者のためのその勝者の宴会に参加できる印なんです白い石を見せて参加するんです 皆さん宴会好きですか自分が宴会好きだという方ちょっと宴会好きだということは控えてください天の御国の宴会に出るまではあなたは本当の宴会好きではないですまだ僕らはその白い石を持って天の祝宴に出ることができるんですさらにこれは主人が 客を歓迎する印として与えるものなんです。ここでは神に受け入れられた印です。そこには新しい名が書かれている。その石の上に救われた生まれ変わった私の名が書かれている。私は神に受け入れられ、神の家族の一員にカウントされ、天の宴会に参加できる印が与えられている。ハレアレルヤ。 日本に白石とか白石とか地名ありますかありますよね。このメッセージをその町に届けたいね。<laughs> その町に霊的覚醒が起こるようにですね。さあそれではデザートコースに入りましょう。<laughs> 結論です。今日はデザートは3種類あります。1番目が スミルナにある教会から学ぶ教訓です。この教会は白外時代のの教会方ですよで紀元大体100年頃から313年ミラノ勅令によってキリ,ストがキリスト教がローマの公認宗教になるあたりまでの出来事ですね。 この教会は迫害によって信仰が純化された教会です。そしてこの教会にはキリストからの叱責の言葉がないんです。あの、エペソは町としては廃墟になっていると言いましたが、スミルナって今ね、イズミールって言うんですね。聞いたことありますか昔はスミルナって,言って、イズミールっていう町で栄えてますね。 人人口は20万人以上いるトルコでも有数の町の一つですね。不思議だよねだから迫害の中にいて苦しんでいたクリスチャンたちは信仰が純化され迫害はいつか終わるという励ましの言葉を受けたんです。これは迫害の中にいる各個人への励ましの言葉です。 2番目ペルーガモにある教会そっから学ぶ教訓この教会は国家と結婚した教会の方ですペルーガモっていうのは「結婚した」という意味ですねミラノ勅令以降教会はローマ帝国と結婚したような状態になりましただから妥協が始まったんです これは紀元313年からだいたい5世紀末の教会のことです。迫害が去って政治権力から授与され保護され始めると、教理的純粋性を失い、道徳的純潔を失っていったんです。この教会を表現するキーワードは妥協です。妥協です。 権力と一体化し妥協していく恐ろしさっていうのをこのペルーガモにある教会にあった手紙から私たちは教訓として学ぶことができます。最後に苦難の意味です。たびたび申し上げますけれども苦難の意味を解き明かさないキリスト教は聖書的キリスト教ではない。つまり 例えば繁栄の神学とかあるいは建物の大きさ会員数だけを誇るようなキリスト教があったとすればそれは相当本来のキリスト教からは逸脱しているということです。物質的祝福数量的な祝福これは神ご自身がくださるものです。結果としてくださる けれどもそれは成功の判断基準ではない神様の目から見たら成功というのは私たちが忠実であるかどうかによって決まるんですだから苦難の意味をしっかりと捉えておく必要がある今日いくつか言います苦難の意味を一番目が信者を訓練するためです例の父は私たちを訓練されます それがヘブル書12の3から13クリスチャンでありながら苦難を通過してない人がいるとしたらまあいないと思うけどねクリスチャン私は死んじゃうだけど苦難あんまり経験したことはないっていう人がいたらあなたはちょっとお父様から愛されてないかもしれないよという話になる いいですか父は愛する者を訓練するだから私たちは苦難を通して訓練を受けていくなぜかというと永遠の御国に行くまでの人格的信仰的成長が必要だからです二つ目に過ちを犯すことから信者を守るためですパウルはこういうことを言っています第二コリント12-7はいまた その刑事があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を撃つためのサタンの使いです。はい。サタンの使いっていうのが何なのか。これは肉体に一つの棘って言ってますが、 パウロの目の病気だろうという学者が多いですね。わかりません。何のことか。でも、肉体に一つの時が与えられているというのは何のことかパウロは言ってないんです。聖書は掲示してないんです。聖書は掲示しているところも掲示してないところも意味があるんです。この場合は掲示しないことによって意味が増してるんです。つまりこれがパウロが私の目の病気は 私にとっては高ぶることのないサタンの使いだって言った途端に目の病気してない人には関係なくなるでしょなんだか分かんないんだけど全ての人が肉体に一つのトゲを与えられてるんですだからあなたは100%純粋な観難フリークリスチャンになりたいと思ったら <laughs> 違うよ神様は あなたが過ちを犯すことがないようにあえてそれを与えておられるんですその過ちを犯すっていうのは一番のポイントは何か高ぶることのないようにですだからカンナムフリークリシャンになったら高ぶりがきますね自分は信仰があるから自分は主に忠実に従っているからこんなに恵まれてるんだ何だあの人家族問題がある健康の問題がある経済的問題がある人間関係の問題があるほら見ろ俺と違うじゃないか高ぶりですね これは最大の過ちです、クリスチャンにとって。そういうことがないように、神様はあえて肉に、肉体に一つの棘を与えられている。そう考えると、試練の意味っていうのはすごく増してきますね。3番目が、信者に従順を学ばせるためです。信者に従順を学ばせるためです。 パウロがロマン書の5章でこんな素敵なことを言ってます。ね従順を学ぶと最後どうなるのか、希望が生まれてくるって言うんですね。はい、そればかりではなく、か難さえも喜んでいます。それはか難が忍耐を生み出す。はい、これいいよね。戦いがある、試練があると忍耐が生まれてくるんですね。忍耐がないっていうのは子供の証拠なんです。子供は待ちきれない、そういう子を見たことある もうダダをこねて今すぐ欲しいでも困難の中で私たちに与えられていくるのは何かというと忍耐ですねあなた忍耐ありますか次忍耐が練られた品性を生み出す練られた品性って素敵な言葉だねつまり か難があり忍耐心が養われてくると品性がキリストに似てくるわけですね。そしてそういう品性を持った人は次、練られた品性が希望を生み出すと知っているから、それ希望になるんだよね。すごい論理展開じゃない。か難は希望だって言うんですね。間、ね、飛ばすと。か難は希望だって。パウロ、 非論理的じゃないかって。いや、パウルはそうじゃないんですね。超論理的に話してるんですね。そして、さらに、なんて言ってるこの希望は失望に終わることがありません。なぜですかなぜなら、私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛が注がれてるんです。だから、この希望は失望に終わることがないんです。 4番目信者はキリストの皆のために苦しむことを賜っているつまり苦しむこと自体がもうキリストからの賜物なんですパウロがこんなふうに言われてます使徒行伝9-16はい彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりですこれはイエス様がパウロについて言ってるんですパウロは 罪のために苦しんじゃないんです。イエス様のために苦しむんです。これはパウロにとっては喜びであり特権なんですね。だから信者はキリストの皆のために苦しむことを賜ってるんだ。この視点も忘れてはなりません。そして最後5番目。私はこのメッセージを用意してこの5番目の要素は 初めて自分で気がついてああこれは本当だなと思った5番目は「苦しみは神に捧げる礼拝の中に含まれる要素」なんです。とってのはスミルナの教会で話しました何を意味していたところが旧約聖書を読むとね「もつ薬」は礼拝の象徴でもあるんです。 出エジプト記見てごらん。30章の23から25。ちょっと読んでみましょう。はい。あなたは最上の香料を取れ、液体の持つ薬500シェケル、香りの強い日経をその半分250シェケル、匂い勝負250シェケル、軽視を聖女のシェケルで500シェケル、オリーブ油一品。あなたはこれらをもって聖なる注ぎの油を 調合合法に従って混ぜ合わせの香料を作るこれが聖なる注ぎの油となる最上の香料なんだ,だから神殿や幕屋で使う神を礼拝する時の聖なる注ぎの油の中に餅薬が入ってるクリスチャンになりたての人が下げる礼拝と何十年もキリストに従い いろんな訓練を受けて召される直前になった人の礼拝とは油の純度が違うね最高の聖なる油っていうのは喜びの体験がある失望の体験がある不信仰の体験がある苦難の体験がある勝利の体験がある。 そういったいろんな要素の私たちの人生で体験するいろんな要素の香料を混ぜ合わせて神様最後はあなたですねあなたを信じていることを私は本当に嬉しく思いますあなただけが神ですと礼拝するんですその中には持つ役が含まれている その中には苦難が含まれているんです天から与えられている超自然的な勧告の言葉を今日一人一人受け取ろうじゃありませんかそして今週一週間キリストを見上げながら歩んでいきたいと思いますお祈りしましょう「天の父なる神様」 今日はスミルナにある教会ペルガモにある教会について学ぶことができました非常に重いテーマでしたそしてあなたが本気でこの2つの教会の信徒たちと取り組まれたことを学ぶことができました私も今か難フリーのクリスチャンではなくて あなたから訓練を受けながら消えることのない希望に向かって歩む信徒として導かれています。どうぞ今日あなたが語ってくださった言葉の意味をしっかりと受け止めてこの場を去ることができますように一人一人を導いてください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン ご一緒に祈りましょう